こんにちは、サイクルパラダイス東京の中村です。今日はですね、ロードバイクのコンポーネント、まあご存知の方もとても多いと思います。いろんなメーカー、ブランド、まあ、それについてどんな特徴があるのかお話ししたいと思います。ロードバイクのメーカーですけど、まあ、現在はたくさんのメーカーあるんですが、まあ、絞りますと3つのメーカーになるのかなとは思います。まあ、まずご存知だと思いますけど、まあ、シマノ、カンパネオロ、スラムっていうこの3社がまあ3大メーカーと言われているブランドになりますね。まあ、現状で言うと、シマノ一人勝ちといった印象ですよね。まあほとんど見かける自転車、一般車も含めてほとんどシマノのパーツが付いていると言っても過言ではないぐらいのシェアを誇っています。ロードバイクのレースシーンにおいてもですね、シマノ独り勝ちといった印象が強い。まあ、シェアとしてはカンパとスラムは同じぐらいかなっていう状態にはなってきているかなと思いますかね。まあ、一社ずつじゃあ背景を説明していきますと、カンパニオロに関してはですね、1933年だったと思いますが、そのあたりから自転車のパーツを作っていたメーカーなんですね。なんで一応この3社の中で一番古いブランドです。まあ、昔のロードバイクのコンポーネント、まあ、コンポーネントという言い方は後で説明しますが、今のようにこうカチンカチンとインデックスと言いますけども、1回押したら1回減速するようなものではなくて、ワイヤーでこう無段階にレバーを動かして減速位置を決めていく、まあ、言ったら割とアバウトな減速機っていうのが主流でした。で、まあ、ずっとそれが続いていきましてですね、70年代に、まあ、シマノも参入をしてきて SI です。シマノインデックスシステムですねっていう、カチカチと1回変速したら1段上がるというような変速機を開発しましてですね、まあ、大きく今までの変速機の流れを変えた。それによってシマノは自転車メーカーからかなり注目を集めるようになって、かつですね、そのタイミングで初めてコンポーネント、まあ、今はみんなコンポーネントって言うと思うんですけど、コンポーネントという概念を作ったのがシマノさんですね。なので初めてこう互換性って今よく言うと思うんですけども、インデックスに対応したリアメカっていうのを開発して、それに伴うグループセット、まあ、コンポーネントセットっていうのを発売しました。によって、まあ、自転車メーカーフレームのブランドとかですねが非常にこうアッセンブルをしやすく、完成車の販売がしやすくなるわけで、これで一気にシェアを取ることになります。そこからはずっとシマノが独走状態を続けていって、80年代には STI レバーですね、シマノトータルインテグレーションっていうこのブレーキレバーとシフトレバーが一緒になっている、まあ、デュアルコントロールですねっていうものを開発して、これで完全に独走状態に入ります。この頃からですね、もうシマノが最強になってしまって、カンパニョーロはシマノの台頭によって80年代にはシマノを追従する形となります。で、実はまあコンポーネントというのはシマノの使い出した呼び方であって、カンパニョーロに関してはグループセットと未だに言っておりますけども、これですね、デュアルコントロールレバー、カンパニョーロはエルゴパワーと言いますけども、デュアルコントロールレバーを開発します。まあ、これでシマノに追従する形となったんですね。で、2000年代2007年あたりから第3のブランド、スラムですね。このメーカーはもともとマウンテンバイクのパーツをメインで作っていたブランドでしてね、一番センセーショナルだったのは、まあ、世界最軽量コンポーネント、ロードバイク用のコンポーネントを
作って、まあ、レースで勝ったこと、あとはジャイアントに一時期メインで供給していたこともあって、もう一気に知名度を注目を集めることになります。スラムはまた独自のデュアルコントロールレバー、社名はないですけど作っておりますし、変速性能だったり個性的な部分がとても多くて台頭してきます。で現在はですね、まあ、シェアとしてはやっぱりシマノが圧倒的ではあるんですけども、まあ、三者三様にそれぞれの個性を持って存在しているような感じですよね。で去年一昨年あたりから他のメーカーに関しても多く参入が見られるようになりまして、まあ、ご存知の方もおられると思うんですけども、例えば FSA、ローター、あの楕円形のチェーンリングなんですよね。あとはまあ結構前からありますけどマイクロシフトっていうところだったりっていうのが参入してきて、三大ブランド以外での競争が始まる可能性もあるんじゃないかなとは思っております。歴史というか流れについてはそんなところですかね。じゃあ次は各社、まあ三大ブランドに限って言いますけども、まあ、どんな特徴があるのかっていうところは皆さん気になるところだと思うので、簡単に言いますと、そうですね、まずシマノに関しては最上位グレードでも実は11速までしか、リア11速までしか出てないんですけども、パーツに関してカーボンを使っているものは、まあ105ではほぼゼロなんですけども、割と必要最低限ではないですけど、転速性能だったりコストパフォーマンスだったり、まあ、実用性という意味では一番優れてるとは思います。最上位グレードのデュアルエースでも最新版でようやくカーボンクランクを導入するなど、素材の変化が著しい自転車業界の中では割と保守的なのかなっていうイメージはありますが、性能はピカイチです。価格も安い、まあ、迷ったらシマノみたいなところはあると思います。難点を挙げるとするとですね、互換性という意味を作ったブランドですので、結構こうコンポーネントって型番が特にシマノは細かくあるんですけど、これは R7000 というグループセット、コンポーネントセットですけども、この変速機に関してはリアメカとシフトレバーがこれと同じ品番じゃないと使えないよっていうことがかなり多い、なので難点としてはそれぐらいですかね。あとはまあ重量に関しては他のメーカーに比べると重い傾向にはあります。まあ、でもさすが最強コンポーネントメーカーと思います。次はカンパニオールに関して、まあ、古くから自転車のパーツを作っているメーカーで、まあ、昔のロードバイクとかをご覧になると分かるかなと思うんですけども、装飾が施されていたりとか、アルミでほぼ作っていたので、まあ、刻印がすごく綺麗に入っていたとか、塗装するというよりはもうピカピカに磨いて綺麗に作っていたことがメインでしたので、まあ、そういったイメージをすごく牽引している、いまだにこう自転車パーツの美しさという側面も持ったブランドなんじゃないかなと思います。あとですね、高級素材を惜しげもなく投入するところも有名でして、カーボンだったりチタンだったり高額な素材を惜しげもなく投入し再軽量を目指すというような哲学を持っていると思います。グレードの位置づけというのもですね、割と面白くて、まあ、スーパーレコード、レコード、コーラス、ポテンザでなどなどあるんですけども、パーツとしてのです、ね、性能はコーラスが最上級イコールシマノでいうとデュラエースと同等とされてるんですね。でそれをさらに高級素材、軽量化だったりとか剛性アップだったりとかっていうのを施したことがレコードでありスーパーレコードであるっていう位置づけです。デザインに関してもね、やっぱり昔ながらの自転車のイメージも牽引していますので、ヨーロッパ車とかには合うんじゃないかなと思います。機能性は正直特によく言われるのがフロント変速はシマノには勝てないとか言われますけども、まあ、それ以上に物として道具としての魅力も高いものなので、まあ、所有欲を満たしてくれるようなデザインになってますね。ただ
値段は高いですね。物によってはシマノの倍近くするものも存在しますので、まあ、その辺がカンパニョールの難点かなと思います。続いてスラムですね。スラムに関しては、まあ、新興ブランド的なイメージがロードバイクではとても強くて、他社メーカーがやってこなかったようなことを導入してきているようなイメージのメーカーですね。これは電動の浮力セットですけども、 FSA でも出してるんですけど、まあ、世界初の無線システムを導入したのもスラムですし、3大メーカーの中ではフロントシングル、今では結構メジャーになってきましたけど、フロントシングルを導入したのもスラムですよね。リア12速化が一番早かったのも、世界最軽量のコンポーネントを作ったのもスラム、最近では、まあ、あとディスク化したのも一番早かったかもしれないですね。マウンテンバイクからの派生のメーカーなので、割と他2社がやってこなかったことっていうのをすごく積極的に導入してきているような印象を受けます。なのでここ最近の電車事情を一番こう牽引してると言っても過言ではないのかなっていうイメージはあります。まあ、素材等々に関してもそこそこカーボンを使ってきますし、チタンとかもスプロケットが一体型の削り出しだったり、カスタムパーツでは出てるんですけど、メーカーとして純正で出すっていうことが少なかったかなっていうイメージもあるので、まあ、本当すごく個性的なブランドかなと思います。この辺面白いです。これが革新的です。まあ、アメリカ発なんで、まあ、マウンテンバイク、グラベル、もちろんロードバイクなんですけども、そういったバイクにもすごく合いますし、割とカジュアルなバイクにもすごくしっくりくるようなブランドになって、難点を挙げるとする、最近の新しい規格のリア12速のものとかは専用のフリーボディとなってますし、まあ、割かし専用品が多いのかなっていう印象も受けますかね。はい、ざっくり各ブランドの特徴をお話しましたけど、ご意見コメントの方でいただけたらと、はい、思います。以上、ロードバイクコンポーネントのメーカー各社の違いについて、ざっくりと今回は説明しました。次回はですね、実際の動きとかもご覧いただこうと思うので、お楽しみにしていてください。